ニュージーランド初日、まさかのヒラマサをゲットしたマサル。次なる目標はアワビ。これがすごい見た目をしているらしい。ということで今日はオークランドからウェリントンまでの大移動です。我々日本人はねピンとこないと思うんですけども、700キロありました。10時間かかりました。日本で言うと東京から岡山ぐらいの距離です。意外とニュージーランドってでっかいんですよね。ちなみに道中は羊と牛がびっくりするぐらいいましたね。羊のケツかわいい。ようやく海岸に到着で、びっくりしたんですけど、海岸になんかかわいいやつがいる。あくびした。何かわいい。この時ねアシカがめっちゃいてめっちゃかわいかったからみんなに見せてあげるわ。やばい、かわいすぎる。はい、どうもです。今回はですねニュージーランドのですねウェリントンの近くに来てるんですけども、アワビが取れるんですよ。でしかもね10匹まで取れます。今日はですねなんとか目標3匹で潜っていこうと思います。ということで潜りに行きましょう。うわー、もう今からアワビ取れると思ったらちょっと楽しみになってきた。マジで取ってこよう。ちょっと待って、ハゲてない俺。ちょっとマジでコメントでハゲって言うの禁止な。サバイバルの時もうみんな言いすぎて俺ちょっと傷ついてるからね。 AGA 行こうかなって一瞬思ったもん。島にないからめんどくさいからなんかいいかなと思ったけど、いや、ハゲて。さてアワビを取るべく海に入るのですが、ありえないぐらい海が濁ってます。もはや味噌汁ですよ。濁りすぎて自分の手ですら見えません。何も見えねえ。ちなみにニュージーランドでは南に行けば行くほど伊勢エビがいるらしく、今回のポイントでは伊勢エビマンションが見られるとのこと。海底がどうなっているのか全くわかりませんが、とりあえずひたすら潜るのみですね。さてそろそろ潜ってみましょう。濁りがきつすぎて潜っていってるのかどうかすら分かりませんね。ようやく海底が見えてきました。海藻の地形ですね。で実は GoPro を水中メガネにつけて泳いでるんですけど、もう GoPro が海藻に絡まりまくって泳げたもんじゃないんですね。なんで今回はちょっと左手に持って撮影してるんで若干見づらいです。申し訳ないです。さてここでもう一度潜っていくと、岩の下にヤツがいました。伊勢エビです。こいつは激うまなので取りたいところ。思いっきり掴みに行くと、なんとか引き剥がせました。最初はすごい難しかったんですけど、ニュージーランドの伊勢エビもだいぶ慣れてきましたね。何気なく潜ってみて岩の下を見てみると、そこにはとんでもない光景が広がっていました。無数の伊勢エビです。オールブルーはありました。ここです。さて取っていきましょう。掴みに行くがどうだと、これは逃げられてしまう。ただ漁獲制限は2匹なので焦る必要ありません。あと1匹しか取れませんから。さて次もまた伊勢エビを見つけました。手を突っ込んでいくが取れず、もう1匹にかけるもまたこれも逃がしてしまいました。そしてもう一匹いるので、こいつにもう一発。引き抜けるか？引き抜けましたね。なんとかゲットです。さて、ここでようやくアワビを発見しました。上から何がいるか全くわかりませんが、潜っていきます。いました。立派なサイズのアワビです。素手で強引に剥がしに行きます。力負けしてしまいました。ちなみにこの海めっちゃ寒かったんで息が続かないんですよね。息が続けばねもっと取りやすいんですけど。硬いっす。今度は海底を散策しているとアワビらしきものを発見しました。もぎ取りに行きます。今度は取れましたが、これは目的のアワビではありません。
マサルが食べたいのは黒いアワビなので逃がしてあげます。よかったな、黒くなくて。ということでリリースします。そしてここでついに黒いアワビを発見。潜水していきます。寒さも限界に近いのでこの辺で決めたいところ。絶対に剥ぎ取れ。やりました。こいつが目標の黒すぎるアワビです。いやー、取れてよかった。にしても黒すぎますね。それでは陸に戻って調理していきましょう。はい、ということで戻ってまいりました。久しぶりに海で怖いと思ったね。いつも水中メガネに GoPro つけてるんですけど、もう海藻がすごすぎて GoPro が引っかかって、もう何回も水中メガネ外れそうになって、あぶねーって思いながら、もう結局外して潜ってたんですけど、久しぶりに疲労しましたね。ということで今日はですね、ニュージーランドのアワビと、そしてロブスターっていう食材ですね。天国すぎるな。アワビ高いよ、買ったら。これが普通に取れるのってすごいよね。ちなみにアワビもね、伊勢海老も一応漁獲制限みたいなのあるんで、もしこの動画を見てニュージーランドで潜ろうっていう人は漁獲制限をしっかりと確認してからね、行ってくださいね。まあ、今漁獲制限伝えられるんですけど、この動画の1年後とか3年後にはもう変わってる可能性あるんでね、ちゃんと皆さん自分で調べてください。ということで早速観察していきましょう。こちらの伊勢海老はですね、前に撮った伊勢海老と同じですね。にしてもでかいです。俺が撮った伊勢海老は別のやつで、このでかいのを分けてもらいました。いや、うまそう。エビね、何にしたら美味しいんですかって聞いたら、フライだよって言われたんで、今日はね、もう贅沢にエビフライにしていこうと思います。そしてこちらアワビなんですけど、ニュージーランドではパウワーっていう風に呼ばれてますね。こっちでもね、しっかり高級食材です。うわ、うねうね動いてる。うわ、やばいやばいやばい、広告剥がれる。黒、めっちゃ黒いやん。そう、見ての通りね、日本のアワビとは違くて黒いです。こっち側はね、結構あっちのアワビともね、一緒の感じがするんですけど、ここにね、穴がありますね。で、この黒いアワビなんですけど、殻がね、これすごい綺麗なんで、殻が装飾品としても使えるみたいです。これは日本で持ち帰りましょう。あ、やばい。アワビ早く食べたい。楽しみやな。うわ、今日もう贅沢すぎる。楽しみや。早く食べましょう。さて、まずはアワビをですね、洗っていきます。まあ、結構汚いですからね。まあ、岩に張り付いてましたからね。そしてこれ、爪を当てると、黒いの取れます。ほら、これ、わかるかな？砂がいっぱいついてるんですけど、こういうの洗い流していきます。これの取らないとね、ジャリジャリしますからね。ちなみに、アワビ取るのめちゃめちゃ難かったです。もうどこにいるか全然わかんないんで、一匹しか取れなかったので、分けてもらいました。これなんですけども、なんとね、手で取れるらしいです。こっから親指を突っ込んで、取れた。おぉ。肝が緑ですね。そう、これ見て。めっちゃ綺麗じゃない？なんかね、もう螺鈿細工に使えそうなぐらい。螺鈿細工とは貝殻を使った綺麗な伝統工芸品です。本当にね、虹色ですごい綺麗なんですよね。じゃあこっちも外していきましょう。よいしょ、取れた。あ、こっちも緑色だ。こんな感じで中身も真っ黒です。ここまで黒い、すごくない？はい、そしたら肝をね、外していきましょう。取れました。この肝なんですけど、ここ一旦うねうねしたところ外して、ここに胃袋があるんで、ここを包丁を入れて洗い流していきます。はい、そしたらね、次はくちばしがあるんで、くちばしをこうやって、そう、貝はね、口が硬いんで、この口、ここだ、くちばしこっちか。もう全部、あー、やべ、ぬるぬるすぎる。全部黒くてわかんねえわ。はい、これでくちばしが取れましたと。じゃあこれも綺麗に洗い流していきます。一応ね、ぬめりを取ってた方が美味しいはずなんで、ぬめりを落としておきましょう。まあ、ほんまね、たわしとか塩とかでね、揉んだりするんですけども、装備が少ないんでこれでやります。はい、そしたら綺麗になりましたんで、半分にいこう。硬すぎて包丁が入らない。刺身を食べてみましょう。これ、どうでしょう、食べてみましょう。ちょっと生臭いな。刺身は生臭いな。もっと塩もみしないと刺身じゃ食えないな。微妙だ。そしたらこれ切っていきます。かてぇ。これ夜光貝とは比にならないぐらい硬いですね。今日は贅沢ですよ。これアワビを全部殻に戻します。
肝をね、切っていきます。オスメスで色が違うんですけど、白い肝もありますんで、白い肝も使っていきましょう。うまそうだな。最高です。もう肝をここに入れると。あ、やばい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 よ、やばいやばいやばい。そしてですね、ここにバターですね。バターを、これさ、でかすぎない？マジで。よいしょ、バターで、これをですね、ここに入れていくと。やばくない？これで、これを焼いていきます。2匹目はですね、もう同じ料理にするんで、下処理するところまでやっときましょうか。これで洗うだけ。ちょっとこれ目に入ってしまったんだけど、ここね、ワインが有名なんですけど、 If you don't like the food, have more wine。 飯がまずいならワインをもっと飲め。めちゃくちゃ濃金なことが書いてある。今俺がいるところがね、ワイナリーがたくさんあって、ワイン買えばよかったな。いやでもワイン飲むとな、次の日潜れないからな。はい、そしたらこちらエビフライを作っていきます。でももうね、日本からすれば伊勢エビをエビフライするなんてどういうことやねん、めっちゃ怒られそうなんですけど、頭のね、ここに脳があるんで、ここに包丁入れてあげると閉まります。朝から潜ってて今夜10時なんですよ。早く食べたいんで、すぐにさばいていきます。硬い。まずはここ切っていく。ただこれはね、剥がしていきます。楽しみすぎる。どうしよう。2日目にね、これ伊勢エビ食べたんですけど、日本の伊勢エビよりね、食感がしっかりしてるんでね、本当にね、エビフライが美味しいのかもしれない。日本の伊勢エビだと結構ね、柔らかいんで、フライとかにしても食感が微妙だなっていう感じがあったんですけど、こっちの硬さならもしかしたら合うのかもしれない。あ、外れちゃった。外れてしもうた。あー、くそ。ここくっついたままやろうと思ったのに。外れたら外れていいよ、これもフライにしちゃおう。今日はですね、サポートしてくれてる人と2人でいるんで、2つで揚げましょうか。そしたらやばい、耐えられない。うんまっ。はい、そしたらですね、今日は調味料が少ないんで、下味は塩ですね。ほんと塩コショウがいいんですけど、全部海外だよね。スーパー行った時も何買えばいいのか全然わかんない。あ、こんな感じなんだ。やばい、めっちゃ出る。うせえ、うまそうや。これどうしよう、めっちゃうまそうや。はい、そしたら本日使用していくのは小麦粉、卵、パン粉ですね。もうね、いつもやったら綺麗にしてるんですけども、今日は無理、ごめん、我慢して。パン粉って英語になってるんだよ、すごくない？この卵がね、めっちゃ高かった。1つ1ドルなんで、1個80円ぐらいだよ、高くない？この小麦粉もね、グルテンフリーって島では見ないな。小麦粉、オッケー。ん、卵、お、卵の殻柔らか。パン粉、大変だ、箸がない。そしたら小麦粉、卵で、パン粉。やばい、うまそう。はい、そしたら調理していきましょう。そしたらここにドン置きまして、サラダ油を入れていきます。こんなものいいでしょう。そしてアワビは殻に穴開いてるんで、フライパンの上でいきましょう。これやっぱ出てくるわ。やばい、2つ一気にやると忙しい。いきます。うわー、これ絶対うまい。よいしょ。最高やな、これ。めっちゃええ香りする。そしてバター焼きがやばい。皆さん、せっかくなんで殻使って焼こうとしたんですけど、穴からね、いっぱい汁が出て無理だわ。食べて。めちゃんこ切ってるやんけ。ここに醤油を一かけして、肝バター醤油焼きの完成ですね。うわ、1万%うまいのが完成してしまった。そしてですね、エビのカツも完成ですね。うわー、うまそうだ。完成。はい、そしたら完成しました。いただきます。映画の世界やな、この真っ白な感じが。そして今回のお供はですね、サムシングヘイジー。
ビールですね、これ。いただきます。うわぁ、外国のビールの味がする。ビアバーとかで飲む味や。そしたら、伊勢海老のフライ、このままいただきましょう。うまそう。待って、やば、これうますぎる。これめっちゃうめえ。正直フライが美味しいぞって言われた時に、いやいや俺も伊勢海老のフライしたことあるし、そんなにやったぞって思ったんですけど、めっちゃうまい。日本にいる伊勢海老より味が濃くて食感があるんで、フライめちゃめちゃ合うな。待って、めっちゃうまいな。どうしよう、全部フライにすればよかった。失敗した。やばい、めっちゃビールと合う。待って、マジか。こっちに来てさ、魚介類しか食べてなくて、そろそろちょっと肉食いたいなって思ってたところなんですけど、その上でめちゃめちゃうまい。やばい。そしたらアワビも行きましょう。正直言います、僕はアワビをあんまり食べたことがないんで、これが日本のアワビとどうなのかっていうのは正直わかりません。ただ大人の味ですね。肝がね、すごい結構苦くて俺は好き。朝から自分で取ってさ、自分でさばいて食ってるからさ、しかも沖永良部島からここに来るまで大変なの。ここに来てるだけでもう最高だな。マジで英語喋れるようになろう。次来る時までに英語勉強しよう。はい、それではごちそうさまでした。ちょっと待って、これ伊勢海老やばいな。ちょっと感動したな。この伊勢海老を食べるためだけにニュージーランドに来てもいいぐらいうまいな。ちょっとやばいこれはやばい。伊勢海老食べ慣れてる人間の意見なんですけど、めっちゃうまい。これやばい。アワビに関しては俺の舌が子供すぎる。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。今回案内してくれてる方がですね、見て、伊勢海老のフライ半々に分けたじゃないですか。そのエビでトルティーヤ作ってくれました。うわ、絶対うまいやん、こんなもん。やばい、めちゃめちゃうめえ。